హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ తెలుగు కిరీ గేమర్. ఇవాళ నేను వీడియో చేస్తున్న గేమ్ వచ్చేసేసి యాకుజా లైక్ ఏ డ్రాగన్. సో లైక్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఛానల్ కొత్తకొచ్చుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి, అండ్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా చదవండి మర్చిపోకండి. అండ్ మీకు ఏమనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, గేమ్ ప్లే నా గేమ్ ప్లే ఎలా ఉందో. సో ఇక లైక్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం పదండి. ఇది నా ఫేవరెట్, ఇది ఛానల్ చాప్టర్ ఇంట్రో. నాకు బాగా నచ్చింది ఇంట్రో ఇది. ఓకే, లాస్ట్ వీడియోలో వీడు చాప్టర్ 2లో వీడు షూట్ అవుతాడు, షూట్ చేస్తాడు. వీడి ఎంత కామెడీగా పడ్డాడు పాపం చెత్తబొట్టలో. వీడి డ్రాగన్, అబ్బో వీడి డ్రాగన్ భలే ఉంది. మీన్ కోయి కదా వీడిది, కోయి నుంచి డ్రాగన్ ఎట్లా అయిందనేది చూపిస్తుంది. లేదా యాకుజాకి మమ్మీలు అంటాడు వీడు. మీన్ డ్రాగన్ మీన్ టాటూ ఆర్టిస్ట్, పేరు గుర్తులేదు. యాకుజాకి మమ్మీలు టాటూ ఆర్టిస్ట్లు అంటాడు. సో కోయి ట్రావెల్ చేసి ఇట్లా డ్రాగన్ అవుతుంది. సో దిష్టి గాడ్ అవ్వలేడు, అండ్ ఆయిజాబా కూడా అదే టాటూ. సో ఇచ్చి బాడుగా డ్రాగన్ అయ్యాడు. ఇన్ఫినిటీ వెళ్తున్న బాగా వీళ్ళిద్దరు బాండింగ్ బాగుంది. ఓకే, కొత్త క్యారెక్టర్. శిజుగుచ్చు అమ్మ కంజని ఫగచ్చనాయగా తదేం నర మొన్నైని సత్సత ఉచిని కాయరుందా నంబగాడు. కాజంతోగా కమిషన్ నంబ అంటే పేరాల తెలుసా? ముందే తెలుసా కొంచెం? అంటే ఇన్ఫినిటీ వెళ్తా చూస్తా. మేమక గోమెందా వీడే ట్రైన్ చేశాడు. సో సో బస్వా టిక్టోని జీవుంది యాత్తి గురే అనుయో. ఓయ్ అనో తో కొయప సిందక సిందదరో ఊరే బతికే ఉన్నారా? この男の生命力あっての結果ってとこだ。なんてしぶとい野郎。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。はあ、なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大量だ。あんたも一匹食うか。オッケー。おっそ分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。オッケー。チャーパルでしてくれたらそれと魚は交換だ。マジかよ、仕方ねえ。ちゃっくら探してくるから待っててくれ。ホームレスキーで、あのよ。え、どうした？そう、いろいろ聞きたいことが。とりあえず、ここはどこだ？偉人町だよ。偉人町？横浜。偉人町。伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ、横浜。అలా చిగాడు రమ్మంటున్నాడు అప్పటి నుండి. ఇక్కడ వాడే ఇట్లాగొచ్చాడు, ఫేట్ ఇట్లా తీసుకొచ్చింది వాడిని. యోకోహామా నంద ఒరే నా యోకోహామాని సొన్నన ఒరే వశిరనే మిక్కమై కనా యునక మామరి గా సవగసి తో మొత్తరా నకమా గా చిమమిర నో ఓమై సన్ ఓ కత్గి కొండి కితందయో గోమి స్టెబా ని స్టెరరేతే దట్ త్సుతే నా సిందెరు కా తో మొత్తందగా 気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。ウィルワードがバネオンで。で、あんたが手当てを。うん。でも見りゃ分かる通り、ここじゃろくな手当てはできに。助かったのはあんたがしぶといのと、
弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず、okay. 背中から抜けてた。軌道がちょっとでもずれてたらあの世行きだった。ジャストミサイル。そっか。ありがとね。あいな、あらかわがりぬしゅちえさりゃすんなまらぱわたな。あんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え？ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る？殺人事件となれば警察が来て目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ。バカかお前。いいか。いる、バブ、I guess so。そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。いる、ジェル、スターレルタラとチェルガダ、いるねえだろ。俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと分けありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。分かったか。ああ、分かったよ。いや。とっとと自分の家に帰れ。自分の家。マノルク、ホーマネイレズが。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ。俺にゃ。うん。あの、迷惑はかけねえ。少しの間だけ、ここで休ませてくんねえか。やだね。頼む。ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食い口が減る。だがホームレスの監督がタッパド。さっさと消えろ。分かった。ああ、あれゲットがねできるんだが。めんどくせえな。あんたカットグッドバイトがチェスにあんのこんた。レダンダペインカポーレダンのこんた。傷もまだ治ってねえし、体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ。少し休んでけ。ありがてえ。あんた、なんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。あんたやが。そうだったよな。でも、恩に着るぜ。とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって、何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前名前は？一番、春日一番だ。うん、偽名を使うとは意外と用心深いな。ああ、ワネザンペル、ワネザンペルで。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え？そうなのか？ああ、これは失敬。ああ、うん、じゃあ一番でいいな。なあ。で、あんたは？ナンバだ。ナンバ。ナンバ。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。あれでくれ、いれだよ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。
ここにいたいんだろう。でもそれは俺の一存じゃ決められない。村長からの許可がいるんだよ。村長。ここの秩序を保ってる子さんのホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことか。うん、そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いででもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか？わかった。でも、どうやって稼げばいい？教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。If you get going like that. Okay, ippudu vida etla double sampadichalani cheptadu nambagadu. Ijincho. Finally nenu ijinchoku vachesanu. Yoka mama. Ajimeru to suru ka. Exploration start one. Kasegi kata o shiru tte itta daro. Yoku mitoke. これが俺たちの稼ぎ方だ。レッドラジャーズさん。あれ、シュートがまたバレーペンスになる。レンジャーだ。稼ぎ方って、これかよ。ゲンドンのバッタプレイスコンタル。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ、俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え、本当か？ああ間違いない。今日はついてるね。それ。あっばー。なんだくさ。変な希望持たせるんじゃねえったか。ほら。次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。うん、あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。あっぼう。わかったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この街は危ない連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな。しっかりやれよ、新入り君。No, it's crazy, but I don't have the internet to look for vending machines and trash cans. Okay, I'll know. Your money has sent to convince you, your items has been sent to item box. Okay. Okay, make some money. Where is your card? ஆகன்ன இப்படி அது அப்பா இட்ட அயிதே அப்படக வாசது டப்புடு వెతకాల అట్లాగే ఇడు ఆగా ఇట్ట ఇట్ట అంతే 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 అబ్బా どうだった？頑張ったんだ。稼げた分はたったこれだけだ。
లేదా దాగుతున్నాడు అన్నారు కోయిచిగా హనస్తేత ఒదకు దేసు హోమ్లెస్ చీఫ్ దే హోమ్లెస్ చీఫ్ నందా బోజ్ 1番と言います分け合って撃たれたんだろそりゃ腐るほどわけもあんだろうよはい体が回復するまでここに置いちゃくれませんかこれっぽっちですが金も用意しましたてめえが稼いだ金だろう。せいぜい盗まれないようにするんだな。受け取ってもらえないんですか。じゃ、俺はここにいちゃダメってこと。ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。はい。わかります自分で働いて律儀に金を持ってくるような親友になら島を荒らすようなことはしない If a new camera can offer his hard-hearted guys, usually he has good intentions、ありがとうございます村長の恩義必ずお返しします恩義ヤクザかお前ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కాదు ついさきまで当の昔に見捨てられてたみたいなんですけどSounds like a story. Tell it. 何があった話せ18年も無所勤めした子分を撃つなんてなかなか根性のある親分だな辛いか辛いとかどうとかってそう何とも言いようがないっていうかやるよ。ありがとう。尻尾はちぎって、こんな風に先に入れてみな。上流ヒレ酒だ。体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし。You're free to live to stay here. It's up to you. Okay. Honto ni, arigatou gozaimasu.で、明日からどう暮らすんだお前自分の食いぶちは自分で何とかしろよ分かってるじゃあ朝5時半に出るぞとりあえず無難に缶でもやるか缶缶拾いのことかそんなに早く起きんのか缶パリセン早いもん勝ちの奪い合いだからな寝坊したら置いてくぞ。わかった。やる以上はバッチリやるぜ。オッケー、カルト。
మళ్ళీ రేపు కూడా క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట చెత్తని. సో ఇందాక టాపిక్ డైవర్ట్ అయ్యి మర్చిపోయాను. సో నేను ఫైనల్ ఇజించి ఒకటి విజిట్ అయ్యాను, కమరుచో, సొంటెంపురి, ఇంకా యాకోజాఫైలో చాలా లొకేషన్స్, మీన్ ఒకినావా. నాకు యాకోజాఫైలో లొకేషన్స్ గుర్తులేవు, ఎక్స్ట్రా 3 లొకేషన్స్ నాకు మీన్ ఫుకోక, కిరీగాడిది, మీన్ ఇంకొక లొకేషన్ పేరు మర్చిపోయా, సాయిజిమాగాడు కోల్డ్ ప్లేస్లో ఉంటాడు అదొకటి మర్చిపోయా, షినాడాగాడు. సో ఇప్పుడు నేను ఇజించో కూడా విజిట్ చేయగలుగుతున్నా. వీడు బాగానే రికవర్ అయ్యాడు ఇప్పుడు, ఇచ్చి బాణగాడు. సో కొత్త క్యారెక్టర్ కూడా ఆడగలుగుతాను ఇప్పుడు. కొంచెం గ్రాఫిక్స్ ఇగ్నోర్ చేయండి, గేమ్ ప్లే వస్తుందని ఇంకా వీడియో చేస్తున్నా కొంచెం. ఎవడాడు? వీఆర్ హియర్ కాన్సాన్. కాన్సాన్ నంబర్, దిస్ గాయ్ ఇస్ ఎ న్యూ కమర్. యా నేమ్ కాజుగా. హాయ్, హలో, హియర్ గో, జస్ట్ లైక్ యు ఆస్క్. ఓకే, సైకిల్ అదే మ్యూజిక్ అట్లా ఉంది. సబ్ స్టోరీ ఇదేంటిది? వాట్స్ ఇస్ దిస్? ఎ బైక్ హీ యూజ్ కస్టమర్ ఫర్ క్యాన్ కలెక్షన్. ఓ, క్యాన్ సోల్ డోంట్ అట్ మచ్ యూ గాట్ అ ఫైన్ బంచ్ మేక్ ఇట్ ఈవెన్ వర్త్ బైక్. గచ్చా, ఇది అప్పుడే ఎక్కేసాడు నమ్మగాడు. వామ్మో, సరే కలెక్ట్ చేయ, నేను కలెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ గేమ్లో ఎక్కువగా మెయిన్ ఫ్రీడమ్ ఎక్కువసేపు ఉండదు అనిపిస్తుంది, అంటిల్ చాప్టర్ 4 దాకానో కొంచెం స్టోరీ ఎక్కువ ఉంటుంది. స్టోరీ మాత్రం గట్టిగా ఉంది. చారి ని నొరును మో సిసివల్ సిన్స్ ఐ రోడ్ వన్ ఆఫ్ సోయిత్స తాదను చారి జనై దే కాంహిమ చారి ని నొరును గా షిసాషిబురి నన్ దత్తర. ఓకే, చినమి ని そいつは後ろに漕ぐとバックもできるんだ。結構便利なんだぜ。オッケー。よしよし、大丈夫そうだね。オッケーオッケー、シーズ大丈夫です。じゃあその辺一周して缶拾ってこい。オッケー。ここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットだ。まずはまっすぐチャリ漕いで探してみな。ねえ。All right. You take a shot. Okay. Come on guys. Cycle took them. Did you get music patle didu? Ochiteru, ochiteru. Here we go. Ide nadu slow ga antaru. అది నీడియా బూస్ట్ క్యాబే ఎనర్జీ డ్రింక్. ఓకే, సెన్యోకుదే కొగుత్తే కిమోచీనా. తదా ఇకియోయి అమత్తే కబేని గెకితోత్ షినై యోని కియో త్సుకేనేతో నా. పదా యల్దాం, ఈడ అనవసరంగా లైట్ చేస్తున్నాడు. అబ్బో కొంచెం దీనికి హ్యాండ్లింగ్ ఎక్కువగానే ఉంది, ఇది ఈ టైం ఇవ్వలేదు ఇంకానయ్యో. మోర్ క్యాన్స్ నందా ఐత్రా. ఓయ్ ఓయ్, ఐత్రా మో కాన్ హిరోను కయో. Your home research, you are not only questioning for cans, should your rivals ramming you. You will lose your cans to them. However, you can... Abbo, ee fitting kuda unda naaku. Kanshiroi ni mo rival ga inno ka. Ma, sono kurai no hoga harii ga atte ii na. Pada allo. Issue shita shi, bochi bochi Kan-san no toko ni kaeru ka. సరే చూద్దాం ఇక్కడ ఆడని దొరుకుతారేమో. ఓ, ఎట్టి అల్లేకం చేశాడు ఇడు. చారి నీవ నారేతక మాజాక్ ని అడ్వైస్ సురుతో స్టరా
他の役に奪い取るか。てなわけで次が本番だ。決めた時間1秒時間内にこの駐車場の拾った感が悪いことになった。全部タイムじゃあ頑張ってくれ。ఇది మ్యూజిక్ పెడతాడు పక్కాగా. మ్యూజిక్ పెట్టకపోవడం ఏంటి? గో హోమ్, గో బిగ్ ఆర్ గో హోమ్. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ వచ్చింది. ఏంటి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నాడు. అది తెచ్చేసాం. ざっとこんなもんよ。これは新記録じゃねえか。B、よっしゃ、掃除完了だ。やった、ポイント。お疲れさん。ああ、ベアルだ。換金エコポイント缶拾いの報酬は直接エコポイントは換金することも随分文化的な直接金を出すといろいろ面倒なこともポイント制にすることで統率取れてるか。おお、結構集めたんじゃ。俺アッバーレン、ノダブーチンだ。せちがらいぜ。あとエコポイントは換金するより、へいへい、俺んちはここの駐車場だ。わかったぜ。カズ。オッケー。I can do, can do attitude. Nice. Sub story. なんでミュージックバレーなんだ。まあサブストーリーミュージックで。どうだった。すげえ頑張ったのに、これっぽっちだ。ホームレス家業なんてそんなもんだ。今日は特別に飯をごちそうしてやるよ。いいのか。栄養失調で倒れられたら迷惑だからな。米が食いてえのは百も承知だが、今朝はパン屋の廃棄日でな。文句言うんじゃねえぞ。ペトロールさん、なんだ。What no? 文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ、大好きなんだよこれ。ああ、まあ一番がフェイバリットフードだ。無所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に一回だけ普通のコッペパンが出るんだ。それが楽しみでしょうがなかった。なんで普通のコッペパンだろう。普通ってのがいいんだ。無所は普通の場所じゃねえ。Brain all what is made it good。くせえ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな、シャバの味だったんだ。
ばの味ね。俺はバーボンあれがあがらすんだがいぶいただきます。あんかんですよ、バーガーです。バーガーあがらすんだけど。うめえ。おもしれえやつだな。You're a funny guy.中堅屋が来たぞ。だからキャラクターさんは、今月は随分と早いな。Kind of early this month。今から今月分を回収する。Time to pay your dues, fellas. 各自、Wait by your place with cash。寝床の前でまで。なんだあいつ。中金屋のテイっつってな。寝所料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。はあ？なんで金払わなきゃいけねえんだ。ここはあいつの土地なのか。そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになってんだ。そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろ。俺だって毎回ぶん殴ってやりてえと思ってた。確かに、支払いは村長が決めたルールだ。村長が？いいです。いっぷりば、いれれあぶたる。噂じゃてえわ。ハンピン・リューマンのメンバーらしくてな。ゼンギーズはメンバーのヨコマン・リューマン。ハンピン・リューマン。ヨコマン・リューマン。オッケー。偉人町に昔からネジロがある中華マフィアだよ。チャイニーズマフィア。奴らを敵に回せば何されるかわからない。Mess with them, right? オッケー。いるチャイニーズマフィア。ここにいるわけがスネークラウトレイドル。あれだろ、ティンココル。みんな、ヨコマン・リューマン。何がマフィアだ。よし、恩義を返す時が来たな。やめろ。村長はここの平和を維持するためにしぶしぶ支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する気か。それはだからおとなしくしてろ。それより一番、2000円持ってるか。あれプレイからダブルサンパーで言ってんね。いや、とてもそんなにねえよ。やべえな。俺も自分の分で精一杯だ。一番、あん中に隠れたろ。俺がうまくやる。絶対動くんじゃねえぞ。なあ、分かった。ファイン。よう、なんだちゃん、ケーキはどうや。ケーキのいいホームレスなんていやしませんよ。そんな余ったれたこと言ってっから、社会復帰できねえんだよ。毎日酒飲んで寝て、だらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りっす。すみません。いるカワルデグランド、ホームレスワルケカワルグランド、ライクファーム。ステートレスタランド、カワルライチェンティール、ダブル。ナイス。なんだこのでけえの、お前のか。ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？おい、
中身確認しろ。やおるだけでここらだわるだけでこんなる。プライバシーってもんが。てめえみてえなグズにあるわけねえだろ。バッ。なんかババッタバネレンダ。やめろ。サマンじゃねえ。アイベル。俺見たボックスディスコなのダブル見たボックスオーディションダブルがあるんで LPL さんのあーディバレオンダンバいやごめんよガンバさんやっぱこんな奴らに我慢することねえよ誰だお前イブリリダブルゴードラウチェッツだっけそうかだったらてめえもここの住人ってことだよな住むからには払うもんきシュリ払ってもらうぜ礼だもん金はねえま、あったところで払う気もねえおいナンバーめんどくせえの連れてきやがってしかもそれを俺らに黙って書こうなんてよ後でたっぷりプランナワープレラミラノースランガーディスコレルポールスで俺の命の恩人でその手どけろはぁ、あ、かっこいいねまあお前みたいに尖った信号は時々いるんだよなだが負け犬はどこでどんだけ吠えようと所詮負け犬の遠吠えってやつよそういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな止めねでくれよナンバさんねえなあパッレドラねえのファイトガスなんすねえ冗談じゃねえ止めても殺されて川の底に沈められるだけだこうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやるいいナンバガエル何信号に混ざれてんだ二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞこらじゃあラチョスよっしゃ行くぜブルティ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 スリントンノリフィケーションラカス調子乗ってんじゃねえぞかかってこいゼングオーケー俺の番だなオーケーガッカラトゥンなんてられだロックスウィング見せてやるよすごいよ今のうちだハイブリッド。今ナンバーガイドで無視ない。DJ エンドライブ。ハイブリッド。ハイブリッド。ほら来いよ。やってやるぞ。パパはカップにさっちまったなだよ。あっばよし行くぞいつまだ大丈夫だ取っておきだ逃げ上がれはいベイナンバーガーでヘルトでビジェンドライブなめんなよ取っておきよいしょいいこんちょう、ゲットガンのレベルなれ。とっておきだ。あっぱれ、こんちゃくがな。ほら、来いよ。まら。いてろよ。ほら、さっちばたで。くそ。ダメだよ。おう、ナンバーガーでヘルトだくってんのバーガー見せてやるよ取っておきな俺の番ねパワーナップ取っておきいろ、あっからけ、こっちヘルトほら、来いよヘルバルボールがなれ俺の番だなラックス見せてやるよ
ఇది అటాక్ తక్కువ ఉండే నంబర్ కడిపి రంగి స్టాండర్డ్ అయిపోయాడు ఓ 600 వచ్చింది నాకు నైస్ また強くなっちまったか俺がハンピンデューマンの人間だって分かってるのか ここのホームレスから2000円ずつ集めてもよくて10万そこらだあっボイルバーナーサンパーですなそんなセコイシノギに精出すチンピラが生きがってんじゃねえ本当にいいのかデューマンを敵に回せば命はねえ今詫びを入れれば今日のことは忘れてやるそういうのをさ負け犬の遠吠えっつうのようるせえ最後のチャンスで謝るなら今のうちださだから謝らねえっつうの後悔しても知らねえぜよく吠えるなじゃあ謝んねえとどうなるんだハンピンなんとかってのがやってくんのかハンピンなんとかそんなに強えのかよいったらこれでねけんなばってやるあんたしたんが見る当たり前だ横浜最大の中華マフィアだちょっとこんないらんたまんねのいるんかなんかかかなんててりんてけどてめえらよくわかってんだろうがいるもんでねちゃストロングマンにして一番がある。はあ。で、その最大の中華マフィアの幹部に。ここまで来るなら一番がある。何？じゃあさっさと帰って幹部に報告しろ。あ、これ一番がある。コンバックでビートアップいて。小遣い稼ぎしてたらホームレスに帰り討ちにされました。あ、フィニッシングオールドんだで一番がある。ఎందుకంటే రాక్ స్వింగ్ ఉంది ఇచ్చమని గాడిది లేదన్నా గ్రాబ్ టైమ్ అనుకుంటాడు ఇచ్చమని గాడిది నాంతే యాసాషీ కోతో ఇట్టే దెబట్టే గురెన్నో ఓమెన్ తోకొన కంబా సొన్నని లైక్ అట్లా అంటేను హిమ మాఫియా సపోజ్ నేను వీడి కార్ట్ ఇట్లా చేస్తుంటే కొంచెం డ్రాగన్ బాల్స్ కాకరట్లాగా చేసేవాడు అటాక్స్ ఏమో అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాడు నార్మల్ అటాక్స్ ఫుజాకే చేయనే హెల్త్లు కొంచెం పెంచేవాడిని కొంచెం డ్యామేజ్ కూడా తక్కువ చేసేవాడిని మెల్లమెల్లగా డ్యామేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసేవాడిని ఎనిమీస్ క్యారెక్టర్ సపోర్ట్ క్యారెక్టర్స్ కూడా వాళ్ళ అటాక్స్ వాళ్ళు చేసేటట్లు పెట్టేవాడిని బేసిక్ అటాక్స్ లైక్ నార్మల్ పెట్టేవాడిని అది నొక్కాల్సి వస్తుంది నచ్చుతుంది హెల్త్రా ఆడిపోయి అయిపోయారా నీ గుండు పగలపోతున్నాను అడుగు గుండు రాయాలా死ぬ筋通させてもらうからな。あれ別にタンガーで。大体ここはリューマの島の外だろうが。あれ。マジか。そりゃますますまずいんじゃねえの、ていちゃん。何？俺は横浜のことは詳しくねえけど。縄張りくらいはきっちり決まってんだろう。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでもやってることは立派な島嵐だ自分とこの縄張り越えた上にホームレスからは帰り討ち組織のメンツも丸つぶれがどう報告するか大変だなこれHehehehe
ఇలా అన్నాడు మిస్ అయ్యా నేను మిస్ అయ్యా డైలాగ్ నా తేజన్ యో స్టప్పట్టే నో కిత్సుయ్ యో నా ఓరే మో యోకు వకన్ దా యో దేమో యోవై మోన్ ఇజిమే వా యోకు నే యో ఎషా ఇడి ఎలా అన్నాడు ఇచ్చుకోండి గడు తన ఉంటున్నారు కానీ అంత ఏంద్రా మిస్ అయ్యా నేను డైలాగ్ సుక్కే じゃあ次はなんか食いもん持ってきてくれよ。あれまれまれカウンターいっちゃいっちゃう。勝手なことをしてくれたな。いや、でもこれでも奴にビビる必要ないっすよ。次にあいつらに手を出したらすぐに出て行かせる。If we lay a finger on them, 俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。Having not a place to sleep。忘れるなよ。いいな。あんなに怒ることはねえのによ。いや、すまねえ。やっぱ俺、I'm sorry, no, no, it was out of time. 勝手なことやっちまったよな。いや、お前の見立ては間違っちゃいねえよ。I think you did the right thing. おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。When some pent up aggression. 俺だけじゃねえ。見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を許せ。そんな、礼なんてやめてくれよ。しかしお前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それにそんなのやべえだけだろ。間違いねえ。でもな、厄介な才能でもその人間の魅力には違いねえ。そんなもんだ。どうだかね。しかし知らなかったな。横浜じゃ中華マフィアがあんなに幅を利かせてんだな。中華マフィアだけじゃねえ。この町を仕切ってるのは、おお、偉人さんだ。あでも偉人トリ。偉人さん。あんて、ちゃんぽペッテ。いらぎ、いつごらカムロチャラがトジャクランラギ、いんどごらんで横浜ろ。カムロチャラチェゼシドジョ。ソンダムバラチェゼシオンネレツオル。イダー、イダーレムオカド、ヨカハマイリオンマンデルシンディ、リオマン、ゴカレトラバラテリアル。リネタカム、タタカダイアスナリド。おう。さっきのテイが所属しているのが中華マフィア、ハンピン・リューマンだ。Okay. そしてこっちがコリアン・マフィア。つまり韓国の組織だな。ジンガン・マフィアル？もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜清流。清流クラン、OK。この3つを総称して地元の人間は。コリアン・マフィアル、ジンガン・マフィアル、オンタル。オカル・イーディング・オカル・チェス、横浜リューマンが。じゃあ、横浜清流クラン。やっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。清流会は未だに一本独行。オーケー、ビル、インディペンデントやな。清流クラン、オールディア。じゃあ、偉人町に近江連合は？近江連合どころか。偉人町には東上会さえ入ってきた試しはねえ。オーケー、サプレートワールドまた。日中間によるこの鉄壁は、肉の壁って言われるくらい頑丈だ。I mean, 勢力ライン separate. よその勢力は決して入ってこない。肉の壁か。すげえ例え方だな。じゃあ、その3つが連携して町を守ってんのか？連携？そんなことしてねえさ。Together, hell no. この3つはな、昔からバッチバチに睨み合ってんだ。
అంటే అష్టనిది ఏమ సెన్సో గా ఉకొట్టతే ఫిషిగివ నై ఒక గడలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి మన ముగ్గురికి లేసెన్ జోతై దన లేసెన్ కోల్డ్ వార్ 何か స్కోచి దేమో మసత్స్ గా ఒకరేబా ఇత్స్ బక్హాట్స్ స్టేమో ఓకాషికు నే కయక్ కుంటేన జోతై ఇట్ కోట నరుహోడో 1 బాన్ యో ఇత్స్ బక్హాట్స్ సురు కమో వకన్ నే కయక్ కో ని నుసుమి ని హైరు కి నరు గా 冗談じゃねえよ。だろ。つまり冷戦状態である限り、そうです。ゴールは横浜に手を出さねえ。横浜に手を出さねえ。出したくたって出せねえ。一触即発だからこそ。 So reply attack is just being worried like one spark away。でももし火薬庫に火がついて、みんなガラガラで出てますね。横浜の内部で戦争が起きちまうことだって。あるんじゃねえのか。考えたくもねえな。あの三つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。オッケー。でも随分長いこと戦争もしてねえんだよな。だったらもうそんな気もさらさらねえだろう。意外とその偉人さんの幹部ってのも冷戦にかこつけてのんびり構えてるんじゃね。それは違うな。三つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで冷戦が保たれてるってことを誰よりも知ってる。むしろ日々組織力を高めて成長を続けてるはずだ。火薬庫のデカさは増すばかり。横浜の裏社会で生きるってのはそういうとこで生きる覚悟が必要ってことだ。なるほど。十分気をつけろってか。まあな。でも一番お前はラッキーだったんじゃねえか。あ？なんでだよ。お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして誰に運ばれてきたかは知らねえが、この横浜に来た。でもここ横浜は関東で唯一近江の手垢がついてねえ場所だぞ。少なくともここにいれば安全なんだからよ。そこはラッキーだろうよ。ああでも一日中でのんびりしてていいのかな。じゃあさっさと出てけ。止めねえから。分かってるよ。すぐに出てくよ。何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまだ倒れるだけだぞ。あてんどぼりペットはええちゃいじゃなったか。口で言ってくれりゃ分かるっての。パーパーはいいや。ఏడేలు చేస్తున్నట్టున్నాడు నమ్మగాడు. ఓ మనీ నందా సోరే యాబై కక్సే ఇజిబాన్ ఏ మాన్సత్స్ దా ఐత్స్ మాన్సత్స్ మోట్టెరు జో ఓ మాన్సత్స్ దా ఓయ్落ち着け。俺、昨日この辺で万札落っことしたんだよな。何言ってんだよ。これは一番のもんだ。え？え？いや、俺は万札なんて覚えがねえんだけど。ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら、返してやれ。ベーカリー。久しぶりだな、ゆきちゃん。もう一生会えねえかと思ったぜ。今綺麗にしてやっからな。待ってろよ。なんだこれ。どうした。フェイク。あらからパープラディ。裏が真っ白。おもちゃの札じゃねえか。いや、ちょっと待て。こいつは
おもちゃじゃねえ。表はどう見たってモノコンの万札だ。それに透かしだって入ってる。ワールドマークからんで。おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。5000円分は使えるとか。アホ。ってことはつまりこれって偽札。えっ、に偽札。オッケー、フェイクカレンシー。どこでこれを手に入れたんだよ。俺は、これは俺のじゃねえ。ワールドマーケットなんだから。誰だ。俺が万札なんて持ってるはずねえだろ。持ってね、特に使ってるよ。分かってる。やめろ、二人とも。お前のだろ。お前、なんでこだも持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって。いい迷惑だ。俺はワールドプレイラー中心で。こいつをここに置いとくと、もっと厄介こと持ち込むぞ。こいつは追い出すべきだ。だから知らねえっての。偽札なんて全く覚えない。俺はリプレイラーからリプレイするなる。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て、確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには打たれた穴が開いてるんだ。もし一番がもっと前から持ってたとしたら、万札にも銃弾の穴が開いてるはずだ。だがこいつは開いてねえ。おお、あいたよ。俺カワネのヒンキヒンテンツからなのこった。俺別にマリエだと。誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。誰が何のために。わかんねえよ。そんなの。まあここに運んできたやつなのかな。でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ。そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか。なんでそんな札があんのか。本当にわけがわからねえんだよ。嘘じゃねえよ。とにかく俺たちは警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨てて、もう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。騒ぎにしたのは誰だ。村長に報告するぞ。ナンバさん、そりゃ勘弁して。で、分かった。約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろ。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。え？一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちよかもらえる仕事っていっぱいあんだろ。あるだろうな。あるだろうなって、じゃあやろうぜ。どの当てがあんのか。そんないい仕事を紹介してくれる知り合いでもいるのか。あら違う。でも行けなんかあんだろ。オッケー、ワークジャブなのこんだで。なんか簡単に言うんじゃねえよ。みんな聞いてくれ。ヘイガイス、何する気だ。なあみんな、なんでこんな暮らししてんだ。一度でもハローくらい行ったか。言ってねって顔だな。あんたたち体力はあるじゃねえか。手先の器用なやつもいるし、料理がうまいやつだっている。なのになんで仕事を見つけようとしねえ。めんどくさがってんじゃねえよ。おいおい、トラブルと揉め事から逃げてこんなしょぼいぬるま湯みたいな暮らしを続けんのか。ここで一生終えてえのかよ。まだモチベーション間違いないっすね。一緒にハロワに行って仕事にありつこうぜ。
どうしても行かれってんなら撃てずく。いい加減にしろ。みんなそれなりの理由があってここにいるってのを忘れたのか。おう、なあ、訳ありってことだろ。覚えてるよ。いや、俺レジェンスあるからね。でも多少の訳があったってここに居続けるよりマシだろ。面倒くさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ。前科持ちでも大丈夫だって。てめえ勝手に決めんじゃねえ。な、ここには前科者も確かにいるさ。でもほんの数人だ。ほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ。騙されて借金の保証人になっちまったやつ、家族のために頑張ったが期待に応えられず、その家族にも逃げられて途方に暮れちまったやつ、みんな心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだ。オッケー。お前、心が折れちまった人間の気持ちがわかんのか。みんな家族や親兄弟もいて、捜索願いも出てる。待ってる人間がいるって分かってんだ。そりゃそこに帰りてえさ。でも帰れねえよ。折れた気持ち引きずったまま帰れやしねえ。そんな奴らを無理やりハローワークに連れていくだ。そんなことしたら一発で居所がバレて、またどこかをさまよわなきゃなんねえんだぞ。働くのめんどくさがってるだと。みんなまともな仕事をやりてえよ。でもそういう仕事に就きたくてもそれができねえ事情があるんだ。だから遠回りでもここで頑張ってんだよ。すまねえ。てめえの価値観を押し付けんのはやめとき。まあ、でもよ、例外もいるぞ。分かりやすいんかい、さす。え？一番の言うように、前科者で面倒くせえことから逃げてるだけのやつも一人いるな。は？俺だよ。確か難波は元看護師だったよな。なんでホームレスに。んな話はどうでもいいんだよ。お前の演説には一理あんのも確かだ。よし、思い立ったら吉日だ。一緒に行ってみっか、ハローワーク。
背中は大層な入れ墨が入ってたじゃねえか。あれは竜か。いや、あれは竜じゃねえ。竜魚だ。竜魚。うん。本当は竜を掘りたかったんだけどよ。え、なんで竜を掘らなかったんだよ。竜ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんなんだ。俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。へえ、そういうもんなのか。まあでも竜魚ってのもなかなかかっこいいじゃねえか。だろう。俺も気に入ってんだ。いつかすげえ男になってよ、この竜魚を竜以上に輝かせてやりてえって今はそう思ってんだ。へえ、いい心意気じゃねえか。ならそのためにはひとまず職くらい見つけねえとな。だよな。すまねえな、竜魚ちゃん。何してんの。何見てんの。黙れ。やってやるぜ。よし、行くぞ。こんなにいんのかよ。若いやつも結構来てんな。一番、お前何歳だ。42歳だ。ナンバーは確か41かな。どっちも望みは薄いな。死なんて関係ねえ。仕事ってのは熱意だ、熱意だろ。熱意ね。やる気はあるつってんだろ。まだまだ若いやつには負けねえよ。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。バカ野郎、こんなとこ二度と来るなんて。次の方。はい、よろしくお願いします。現住所が空欄ですが。今住むところがなくて。でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別に。もう決定か。
ご実家の住所を書いといてください。え、なんだ。あ、でもその実家もないんすよ。ああ、いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。なんすかこれ。健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですので。お願いしますよ、俺頑張りますんで。無理なものは無理です。規則ですので。はい、次の方。ちょっと待ってくれよ、もう少し話しよう。おい、さっさとどけよ。どうだ、熱意は伝わったか。いや、全くダメだ。だよな、俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってことだ。全くその通りよ。どうだい、見捨てられたもん同士、その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒にすんじゃねえ。ホームレスの分際で透けしやがって。だったら魚でも釣りに行ってる方がマシだったぜ。とんだ無駄足だ。腐るなよ、他に方法がある。諦めちゃダメだ。あんたたち仕事を探しに来たのかい。いや、斡旋できねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。そりゃ参ってるさ。でも仕方ねえよ。でも見たところ、あんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。政治なんていらねえよ。でもありがとうよ。今夜ちょっとしたバイトをしないかい。あ、と言っても雇い主は私じゃないよ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね。ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック一体何すんだ。さあね、詳しくは知らんが、仕事をこなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああ、ありがとな、おっちゃん。
ちょっと、こんなところで斡旋しないでくださいよ。ん？何のことだ？見てましたからね。規則違反ですよ。まあまあ、規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。はあ、いっつも勝手なんですから、所長は。足を見下しとるんじゃろ。そんな目で見てんじゃねえよ。礼儀がなっとらんだ。俺のこと舐めるなよ。相手でやさろ。俺の番ね。見てろよ。とっておき。やがれ。俺の番だな。見せてやるよ。上の男。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Thank you.
てんだよ。ぶっ潰す。やってやるぜ。よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。やってやるよ。おい、来た。なめんなよ。見てろよ。とっておき。あのハローワークのおっちゃんに紹介されてきたんですけど。え、ハローワーク。私が頼んでおいたのさ。ハロワの神戸に用心棒よこせってね。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。2人もよこしてくれるなんて神戸も気が利くね。ちょっと待ってくれよ。用心棒、命張るって一体何の話だ。俺らに何させる気だ。一から説明してやるよ。こっち行きな、坊やたち。川沿いに店が並んでるだろう。全部ここと同じようなスナックさ。この辺りの店はもう何十年も泥棒にあっててね。泥棒？泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。奴らが盗むのは電気さ。電気？東電ってやつか。ああ、あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に張ったものさ。奴らって誰だ。あれってコミジュルじゃねえか。コミジュル、なんだそれ。もう話したろ。偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。コミジュルって名前の組織なのか。いや、連中に名称はねえ。コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことか。そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで1店舗あたり月数万はいくよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。犯人がコミジュルって分かってんなら行動すりゃいいじゃねえか。とりあえず泥棒だからまず警察に連絡か。電話どこだ。それができりゃ誰も苦労しねえだろう。だよな、ばあさん。ま、そうだわね。え、
なんでだよ。窃盗だぜ。警察様の出番だろう。警察は取り合わねえよ。コミジロのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。やべえこと？どれくらいやべえことなんだよ。生きて帰ることはまずないね。また大げさな。大げさじゃねえ。コミジルに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片っ端から消えてくって昔っから有名で、墓場みたいなところだぞ。偉人さんの他の連中だってあそこに近づくのは嫌がるくらいだ。南波さんは知り合いいねえのか、コミジュルに。いねえよ。知り合いたくもねえ。そっか。じゃあコミジュルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえよ。バッチつけてるわけでもねえ。コミジルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど。町じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしかねえ。で、行けば死ぬのは間違いなし。というわけで、ばあさん、これは諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだよな。なんかいい手がねえもんかな。おこら一番、お前何言ってんだよ。関わるのはよそうぜ。だったら電線切っちまえばいいんじゃねえ。コミジルが勝手に貼ったもんなんだし。バカ言うね。だよね。だから昨日切っちまったとこだよ。え？おい、何してんだよババ。すみません、私も止めたんですけど。まあまあね、そんなことしたらどんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日堪忍袋の尾が切れてブチッとやっちまったのさ。私も年かねえ。年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。ふざけんなよ。そんでやったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる？そうね、相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃなんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって、絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？私はここの常連客だよ。ママのことを思って用心棒を手配したってわけさ。はあ？どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジュルと関わり合うのなんて絶対にごめんだぜ。絶対にだ。そうかい。嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああそうかい。こっちから願い下げだ。おい、帰るぞ。すみませんでした。本当にお騒がせしました。あんたこれからどうするつもりだ。
電線をまた引き直して、それでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。うるせえババア。そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ。納得いかねえな。は？泥棒された上、その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああ、それがママの出せる限界でね。でも。構わねえ。俺やるぜ。マジかよ。ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるなら、願ったりかなったりさ。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ。誰かさんと違って。このバーバー。ほんと？ねえ、男に日本はねえ。俺たちで生きてるぜ。おちょいまし。俺たち？ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならおかえ。やるよ。よし、okay. 心強い用心棒が2人もいるんだ。営業開始と行こうじゃないか、ママ。いっぱいでもあるけど。しかし、不気味なビルだな。 What a creepy building. こんなに電線引っ張って、やつら一体何に使ってんだ。俺が知るはずねえだろ。飲みすぎだぜ。スローダウンね、ナンバー。たった5000ポチで命。そう言うなよ。死ぬと決まったわけじゃ。でもよ、おかしいと思わねえか。ゴミジュエル。ゴミジュエルってのは、あの建物の中に何十年もそうだ。そんな奴らが今さら電線を元に戻せて、客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思う。あらプレイワンのチョラララバンタペタケーブル線見てるんてえどんてじゃあこの俺はそう睨んでるぜ。異人町の人間はゴミジュエルを恐れてる。それはゴミジュエルも分かってる。こんなもん投げ入れられたら、普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石黒を投げて脅して送電戻すの待ってるんで、戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来て、いやお前、俺たちはずっと戻す。今はそれで済んでも。だからよ一番、もう石黒で済んでる今のうちに、もうこれは脅しだけだっつ。聞こえてるよ。たく、ん？オッケー。どうした？いや、あれ。誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。エンジェルってね。OK、今ఇది ఏదో వేపుతుంది పాప్కార్న్ పాప్కార్న్ かよビビらせやがって。にごさんパンチャスタなあんた టెక్స్ ను కొడు పడుతుంది తెలుసా నౌతున బైగా お客さん、うちは初めてでしたっけ。まあな。オーケー、落ちる。あの男。本当だ。あの野郎、無職のくな。うら。やめろ。
オッケー。コミジュルなのか。おい、待て。ఇప్పుడు రన్నింగ్ అనుకుంట. రన్నింగ్ లేకపోతే ఫైటో. రన్నింగ్. ఓకే.邪魔すんじゃねえ。なんであんなことしたんだ。雇われたんだ。あの店はめちゃくちゃニュース。お前を雇ったろ。韓国のマフィアか。そうだろ。ゴミジュアルで。知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。店をぶっ壊せば100万くれるってな。あっぽ。いらんとミレンスでペッタイバズル。バレードバイルがメラ。エルトクサマジスナーフィズレコノコチカアワイルンドカネクジェートアンタミリンスペッタバズカガテゴイオレノバンタラタッディンオカターゲットカバズオシャイソーキャッとどめだ。うら。あれ。はい、ペイ。大丈夫ですか？ティックス。お前。名前なんだっけ？松尾だ。松尾だ。うるせえ。あのな、お前。店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのか？持ち悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ。間違いねえ。なんでわかる？まあ、身に覚えがあるっていうか。襲われる理由があってな。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほどお人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたらどんなやつだった？顔は見たんだろ？さあな、覚えてねえよ。てめえちゃんと答えろ。やめろ。聞きたけ、あのアマに聞け。アマ？やわろ？俺にバナナくならいや。お待て！俺あがられ。おな！やめとけ一番。あそこに入ったやつは生きて帰れねえんだぞ。あいつ笑ってやがった。あの野郎、コミジュルに雇われたんじゃなくて。いや、リーレスなんだけ。あいつがコミジュルの。ああ、やつがコミジュルのメンバーだ。いや、これビバナーって。なんだよ、どんどんやめることになっちゃってるじゃねえかよ。あいつアーマって言ってたぞ。コミジュルに女がいるのか？そんなの知らねえよ。今そんなのどうでもいいだろう。一番見ろ。俺バナナしてるからね。グループ呼んでか。やべ、逃げろ。今バナナしたらやい。どうすんだよ、殺されちまうよ。よし、近場近場。ఏ ఇడియట్ బయటికి వస్తున్నాడు. ఓయ్
何してんだよ。あんたらが雇ったやつだ。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あとそれとよ、スナックの電線の件だ。あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみち、お前の方こそやめてくれ。 You are the one who should give it up。 あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったら人気な東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ。メラ。Okay, fine. We are sorted.気が済んだか。We're good then. いれなくたげる。おいおま、うそ、ありがとうよ。そうこなくちゃ。おい、帰ろうぜ。マジかよ。ほかだばくだるちこんならやんにばらねえし。いちばんがるべえらやる。ねっちゃんが。Welcome back. Huh? Huh? Guess they didn't want to mess with higher gun. Arigatou gozaimasu. Matta. Eh? Hai. Hmm.No, no, no, just did what you hired to me. Look at you, sir. Humble pie. Eh? Oh my god, this is the double. Oh. Call it number. We help them out. That's good enough. Nee.Okay, me, I will. Don't be a fool. Small restaurant, sound tasty. I need you to clean one of them. Okay, got it. Thank you. Okay, see you tomorrow over there. Should I ask you? What's on your names? Namba. Ichiban. I'm Kazuga. You got your first name? Ichiban Kazuga.I swear it's not fake. It's a nice name, very proud name. Okay. Well, we got a job to do tomorrow.Better make sure you don't oversleep. Oh. Yeah. Good night. Yeah, chito, chala varakun ninka, main amount ninka sampadin chali. Game lo. Oh. All right, let's head over to Hakamo-san restaurant. She said it was Jonah as a recall. Get it? I'm gonna call them by that.
అన్ని దగ్గరలోనే ఉంటుంది.今日はもう店じまいだよ。 ఓకే, వాళ్ళిద్దరికి ఇస్తున్నట్టు お料理屋ってこういうことか。まかないはなさそうだな。仕切りすぎて埃も出ねえよ。お一番、このティッシュ拾ってくれよ。てめえでやれよ。おお、仕事でも触りたくねえもんは触りたくねえんだよ。オッケー、流れたらいいんだね、チチ。わがまま言ってると一生ホームレスのままだぞ。俺は潔癖症のホームレスなんだ。アホか。イレギュラープロスティチュート。違法風俗反対。出るため川沿いの飲食店経営者に告ぐ。こちらはブリーチジャパン横浜地区リーダー久米である。ブリーチジャパン飲食店から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に告ぐ。こちらはブリーチジャパン。なんだあれ、知らないのか。ブリーチジャパンだよ。違法風俗反対。維新庁から撤退せよ。ブリーチジャパン。ブリーチジャパン。いわゆる NPO ってやつだ。もう14、15年前か。NPO は OK。すべてのグレーゾーンを白色にってスローガンで世の中に出てきたんだ。OK、グレーゾーンズのワイトリジェイト。世の中には白黒つけがたいグレーな領域があるだろう。厳密には法に触れてるが、昔からの習慣で警察も目をつぶってる部分さ。そこが犯罪の温床になっているって主張して、グレーゾーンに切り込んだのが奴らさ。ブリーチってのは、脅迫って意味だよ。OK。グレーゾーンを脅迫か。うん。横浜だけじゃなく、全国に支部がある。で、そのブリーチジャパンの設立者が、青木亮だ。OK。青木亮。青木亮。今の東京都知事だよ。ガーナ東京。それって町の浄化作戦をやったっていう。確か、カムロ町産経作戦。カムロ町3K プランコだな。オーケー、ワードがデンマンなんだ。わかってるじゃねえか。あらちがりじゃっぺんらで。青木亮は時代の寵児になってテレビや雑誌に引っ張りだこ。今じゃ東京都知事だ。政界に進出するタイミングでブリーチジャパンの代表は降りたが、今でも青木のカリスマ性は驚いちゃう。 We got a resigner from Breach Japan. OK. Support just started. だから、あんなに若者が集まるのさ。 It's how he gets popular with active young voters.
しかして。あいつらがここに集まった理由ってのは。こちらの店舗は飲食店として役所に届けております。オッケー。いやね、あっちへ行くからね。しかし2階に上がった客は食事など食べません。中居の女性が運んでくるのはお茶だけなのです。では、客の男は中居と何をしているのでしょうか。それはいかがわしい行為に他なりません。近所に住む人間なら誰だって知っていることです。れっきとした犯罪行為が何十年にもわたって堂々と行われているのです。しかし働かされる女性の多くは店に洗脳され、その重大さに気づいておりません。犯罪に加担する哀れな女性をなくすため、我々ブリーチジャパンは店の撤退を訴えます。邪魔しんだよ、ガキンチョどもが。ここの女たちは頑張って働いてるだけさ。頑張っていれば犯罪も許されるんですか。お前らみたいな鬼さえにどうこう言われる筋合いないんだよ。だったらなぜ飲食店として営業許可を取ってるんですか。やましい気持ちがあるからでしょう。守るもののためには仕方ねえ時もあんだよ。守るものとは何ですか。借金の返済日ですか。ローンの支払いですか。バカ野郎、お前ら体張る女たちを何だと思ってんだ。病気の親を面倒見る娘もいりゃ、幼い子供を抱える母だっていいんだよ。みんなここが最後の砦になってんだ。聞きましたか皆さん。犯罪で稼いだお金で我が子を育てる女性がいるそうです。その子が将来親の仕事を知ったらどう思うでしょうか。深く傷つき親を恨むでしょう。職業なんて関係ねえ。どんな親を持ったって幸せになる子はなるんだ。じゃあ連れてきてくださいよ。風俗嬢を親に持って幸せだってお子さんを。いちいち上げ足取るんじゃねえ。さっさとここから消えな。ここにジェンラシンがあるときは回ってないよ。いないでしょ。風俗嬢を親に持って幸せな子供なんて。ここにいるぜ。どん、ああ、やっぱさっちゃらるちっちー。2階のゴミ箱に入ってた。いろんなもの詰め合わせだ。ばらまいてやっから受け取んな。ちょ、それってあれ。そらよ。ポンリーそれだよ。お前なかなかやるじゃないか、一番。オッケー。
So we'll help Jasar Gavati. It's been a 2 or 3 years since Bleed Japan started protesting in Nijincho. No words, they're marching around almost every week. A lot of people have shut down. Oh, we're holding out for the girls you got here, right? Most of you don't have Japanese citizenship. And your grandchildren and the grandparents. Okay. If I shut down, where would they go? If I were to be honest, there were problems with some bleachers and skip off most of the endings. So I do want, can protect them myself, you know. Nah. Think you can kick up? Keep it up? Who knows? I owe them the place. I'm just leasing the land. If the owner told me to leave, that would be end of it. Huh? You come back, my most trust fellas. Hi. You already did a number of us this afternoon. You're still not protesting after this. At this hour, do you even have a permit? No. This is the protest. Bleach Japan helps the downtrodden and the weak too. Sometimes it means giving people like these guys support. Sometimes that means giving people like these guys our support. They were just hanging around hamburger joint in front of station. They lived on cheap processed food in their whole life. Don't know even good meat tastes like. That can't stand your growth. So we're trying to give them an opportunity here. Tonight, Big Japan will cover the bill. What are you getting at? Oh, I just despise 3-star semi class cooking from this fine establishment. So that's your angle. You really thought this through? Oh. Hold up. What's the point of taking somewhere with no food? Exactly what he wants to hear. My permit says I run the writer, I can't refuse. What are you gonna do then? I guess I'll feed them until the money runs out. then I suppose my part is at end here. I'll leave you to enjoy your meal. That is, if they have any food to serve, looking forward to hear all about it. Never. Bye for now. Then. Oh. So what's on the menu tonight, old lady? I'm afraid I'll get some stale crackers. Bale baran kuchindra me. Oh. Not a fan of crackers? I have some cookies, things. They're little moldy too. Call it that food? Well, I would eat it. I wouldn't buy a king's upper plate for the occasion. Oi. Hey. You take us for fools? Matta. Calm down, fellas. We are perfectly allowed to be dissatisfied customer. Yeah, get some real food. Oi. Oh, shut up. Stop complaining about get out of here. Soka. I see. You're saying this place doesn't have anything to eat? Guess we are going to tell Bleach Japan who gave us the money then. You're gonna pretend that wasn't your goal from the start? The top story was thin as paper. The guys got hired and messed with her business. Get out of here. Ah, I didn't have the war action yesterday. Ah, that was just a toy sudden. Ooh, hey. The old guy getting violent with us. Ah, just a touch he said. Pakkana nichabadu gadaithe gitti kodadu. He hits us first, so consider this as self defense. Oh. Beat the shit out of them. Nah, ra chusukundam. కత్తులేసుకొస్తారా కత్తులు అరే ఒక దెబ్బకి అయిపోయాడు. నమ్మకాన్ని వాడదాం.
Wait. ఇల కొక భయం ఎత్త గ్రాని ప్లేట్ ఎవడు హై లెవెల్లో ఉన్నాడు? అందరు ఒకటి లెవెల్లో ఉన్నాడు. ఎవరు వాడితే సరిపడలే. నమ్మ కాడంత కొట్లట్లా డిఫెన్స్. మిస్ అయ్యాడు, జస్ట్ మిస్. మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ కి ఇది పెట్టాల్సింది అబ్బ. ఒక సింగిల్ టార్గెట్ కి పెట్టారు వీళ్ళు, మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ కూడా పెట్టాల్సింది వీళ్ళు. మేబీ ముందుకు వెళ్ళే ఆడకొద్ది వస్తున్నామో. చిన్న చిన్న కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి. ఇలాగ ఇన్ఫినిటీ వెళ్తున్నా మాత్రం మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ ఉంటుంది. హిచ్మన్ కూడా మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ ని అటాక్ చేయగలడు. అమ్మగాడి గట్టిగా తగులుతున్నాయా? ఎందుకు ఇది చూసుకుంటాడులే, నమ్మగాడు చూసుకుంటాడు. ఒక దెబ్బకి అయిపోయి ఇది మేబీ నాకు హంకాయ్ స్టార్ రైల్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకుంటా. నాకు ఇది నాకు అందుకే అంత త్వరగా ఇంకో స్కిల్ అన్లాక్ అయింది ఇంచుమాను గడికి. పొండ్రా అయ్యా చేసింది అంత దొబ్బేండి ఎక్కడ నుండి బ్లీచ్ జపాన్. しかしブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。ひでえな。They just claim that they can bleach for the gray zones. グレーな部分をなくすことなのか。あの連中の大義名分は立派でも本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。大義名分があるとはいえやってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。さてと。It's getting pretty late. Let's go home. 帰るか。Yeah. 悪いね。二度も助けられちまって。Sorry to make you help me twice. パーレード。まあ、ルワンにまた掃除が必要な時は呼んでよ。ちょっと待ちね。Hold on just a second. Lemon? あんたたち。Yeah, you two are homeless, right? I don't know. ここに住まないかい？二階の一部屋を貸してやるよ。かわるよ。え、本当にいいのか？それは助かるぜ。でも一部屋潰す余裕なんてあんのか？女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。別に私はお人よしで誘ってんじゃないんだよ。OK、ウェルローメンなのかな。 OK。ఫైనల్గా వీళ్ళకి ఇల్లు ఇస్తుంది ఆమె. あんたたちに部屋を貸すと
居住権ってもんが発生する。Get rights of business. That's what I'm really after. 狙いって居住権ってのが俺らにあるとどうなるんだ。頭悪いね。あんたらはここに住む権利があるって法律的に主張できるのさ。わからねえな。わざわざそんなことしなくても、ここはあんたの店だろ。そうだよ。でも住んでるところはまた別さ。ここは単なる店舗だからね。Since it has ergon made his bed rights. ここには私の居住権はないのさ。そっか。なるほど。それにここの土地と建物は変わり者だよ。ブリッジジャパンの連中がここの所有者をけしかけて、私らを立ち退かせようとするかもしれないからね。Okay. 確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手ごわい権利でね。それさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが住むことで店を守る最後の防波堤になるってわけか。やっとわかったようだね。本当に住ませてくれるのか。本当に俺らでいいのか。ま、店の子たちだと国籍がないから賃貸契約が結べなくてね。仕方なしさ。冗談だよ。スナックの意見を見込んでこっちからの頼みさ。わかった。住み込みのガードマンやらせてもらうぜ。その代わり途中で出ていくなんて許さないよ。ブリーチジャパンが偉人町から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。わかってるよ。恩に着るぜ。ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరు అటు బయటికి వెళ్తారు కదా, ఐ మీన్ షిఫ్ట్ అవుతారు కదా, అక్కడే లైక్ ఎ డ్రాగన్ గైడెన్ కూడా స్టోరీ జరుగుద్ది అనమాట. కిరుగాడు వచ్చేసేసి హనా, ఐ మీన్ హనావానా లేదంటే వీడు తుసిరన గాడికి ఫైట్ జరుగుద్ది. శిశిర గాడును కిరుగాడికి మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్ జరుగుద్ది ఫైట్. అప్పుడే వీడికి డ్రాగన్ అవుట్ డోజిమ ఎబిలిటీ స్టార్ట్ అవు ఎబిలిటీ ఐ మీన్ వాడు ఫైటింగ్ అన్లాక్ అవుతుంది. చాలా కనెక్షన్ ఉంది. やっぱしけてんな。それくらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。しかしホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。ありがとうな一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。ナンバがいなかったら俺は死んでたんだぜ。なあ、ナンバって看護師だったんだろ。まあな。なんで辞めちまったんだよ。病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。結構いい金になってよ。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった。ゲラレミション。おかげで看護師免許は剥奪されちまった。だよそれ。またバカなことやっちまったな。ただミステイクンデルスカにプロホームレスカパンにあす。でもここからやり直しはいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番は何か目標があるのか。え、いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。かんねえぞ、やっぱあんたらが見てこなかったから。なめなめにしてもさんじゃいらんと、なつなばあやす。組長さんのことか。なあ。まあ、お前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ。
もう40超えてんだぜ。お前さっき俺にはずいぶん簡単に言ってくれたくせによ。だったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった？え？ああ。なんだっけな。もったいぶるなよ。照れてんのか？ガキの頃、俺は勇者になりたかったな。あ？勇者？どういうこと？ドラクエに出てくんだろ？ Like in Dragon Quest, the hero. Okay. それゲームのキャラだろ。ありえねえよ。悪いかよ。一番がまんでこんじゃカラクションを打つんだば。で、ワールドゲームプレイしと。自由だろ。なりたいもんになりてって。じゃなくて、みんな、キリュウで一番で、だらこんじゃ、バーガーで。ゲームとセンビットゥーンオケーラウンダルダヨナイチバンバトゥーンコンチョーサラダコンタドキリガンサラシリアスコンタドナルビキダヤミテクレヨそれガキの頃に思ってただけででも今目標はねえんだろじゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえかナンバーの一番で酔っ払ったのか大体そんなの職業でもねえしそれは職業じゃねえよでも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ生き様だろ成り上がるデベロッピングアイズライフスタイル生き様かそうさお前なら今からだって成り上がれるぜ40過ぎて成り上がりかグライディングアイズ40 悪くねえな。なんかストーリーもあったらペッチャペッチャくなっちゃうゲームの。生き様、一丁ドーンとかましてみっか。おお、その生きな一番。俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。どうしてバイクじゃ。未来の友人だ。今日はこれ拾っとまろ。ఓకే నాకు తప్పించుకున్నాడు కదా ఇడు కమేష్ గురే కో కొందో ఆ నుంచి కనరజు బచ్చుస్ కర స్పెషల్ వర్కట కరే దట్ ము ఇరనే కర ము ఇక ఛాన్స్ ఆ ను జమ సఫ్టరీ ఓరగా కనరజు స్మత్సరే ఆ ను మమజ あんたらも困るだろ。네가걱정할필요는없어。네네마치네가게에는전화해두었다。나머지는우리가알아서처리하지。나니나한테있단다。お前のようなクズを雇ったのが間違いだ。아이거안되는잡아아뭐야바삭죽어라క్లీన్ హిట్ అది సో ఇంతే గైస్ మరి వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి అండ్ మీకు ఏమనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఉంటాను మరి బాయ్